ハーブ・エデルマンはアメリカ合衆国の俳優である。1933年、ニューヨーク市ブルックリンクに生まれる。俳優になる前は獣医師を目指し、コーネル大学へ進学するも1年で退学した。その後、アメリカ陸軍へ従軍し、軍内で放送されるラジオ局 AFN のアナウンサーを務めたこともある。退役後は、ニューヨーク市立大学ブルックリン校で演劇を、 先行するも中退し、タクシー運転手やホテルのマネージャーなどの職を転々とした。1963年にマイク・ニコルズによるブロードウェイ舞台の俳薬で俳優デビュー。翌年にはテレビへも進出し、1967年に電撃フリントアタック作戦で映画デビューを飾る。その後は映画を中心に出演作を増やしキャリアを重ねていき、 1974年に出演したシドニー・ポラック監督の映画ザ・ヤクザで岸恵子や高倉健などとも共演した。テレビにおいては1987年と1988年にテレビドラマシリーズゴールデン・アールズへのゲスト出演をしてプライムタイムエミー賞にもノミネートされている。役者活動はアメリカだけにとどまらず1979年には 山田洋次が監督と脚本で、厚み清主演のシリーズ映画、男は辛いよ虎じ郎春の夢で、日本映画へも出演。来日したが、なかなか、日本に馴染めない、アメリカ人ビジネスマンのマイケルを演じた。1984年には、ジャッキー・チェン、ユン・ピョウ、サモ・ハン・キンポーが主演で、バルセロナが、舞台の香港映画、スパルタン X へも出演している。 これまで二度の結婚歴があり、一回目の結婚で虹を儲け、二回目は女優ルイーズ・ソレルと結婚した。1996年7月21日に慢性閉塞性肺疾患のためロサンゼルスで死去。62歳だった。ありがとうございます。